やぴょー、亀でーす。今回はですね、こちら、ペヤング、ギガマックス、まあもう開けてますけど、これをですね、今回2ついきたいと思います。以前の動画でですね、多分2つぐらいだったらいけるんじゃないかというふうに、まあ、自分で言いましたので、今回本当に、挑戦します。では混ぜて食べたいと思います。いただきます。ではあれ、よーい、スタート。ういっ、よし、混ぜて、うまく混ざらないんだよねこれ。両方ともね、混ぜちゃいましょう。まあ、思いっきりはいかないにして、ある程度混ぜとけば。よいしょ。わーお。8人前ですよ、これ。両方合わせて。やばすぎー。よし、じゃあそろそろいきたいと思います。よいしょ。ん？大丈夫か？頑張りますよ。ちょっと一気に入れすぎた。ですね、まあもう12月今入りましたけども、今からねちょうど寒くなってくる時期ですよ。あったかいものは欲しくなります。これもその一つです。あと最近、最近じゃねえな、近日か、近日ですね、前テレビで見ましたけども、なんとですね、今度ドラゴンボールが、劇場版で放送されます。第3部。まあ今日、まあ公開直前スペシャルということで、テレビでやってましたけども、今度はですね、なんとベジータが赤くなります。さらっと見たらね、なんとベジータがですね、今度ゴッドになります。強さはいかほどのものでしょうか。うん、熱い。飲み物をね、飲みながら。
前回ですね、あのドラゴンボールの映画でベジータがあのブルーになりましたけども、まあ多分それよりは少し弱いんじゃないかとは思います、ゴッドは。でも分かりません、3つです。結構たまるなこれ。今回のですね、劇場版でなんといってもですね、気になるのがブロリーです。今までサイヤ人の服着てなかったくせに今回は着てます。しかも緑、いや見たことない。まあ、3人の過去もね明かされます。ソース跳ねねえから大丈夫かな。まず一つ目満足しました。次二つ目いきます。ちょうどいいぐらいにはなってるでしょ、柔らかさ的に。山仙人の好きなとこ、まあ山仙人の好きなとこなんですかね、やっぱり。まああえてあげるんだったら、まあ、全力でね、撮影してるところですかね。そこはやっぱり尊敬できます。嫌いなとこはですね、無茶ぶりが結構多い。結構な無茶ぶり多いですからね、山仙人は。時間そんな経ってないので手が痛い。結構ね、パサパサだな。現在のお腹のパーセンテージ、何パーですかね。7、8割くらいもういっちゃってると思いますね。一つが結構量ありますから。
かっていうか、最初でペース上げすぎたな。そろそろやばいかもしれない。確かに髪型もやばいです。どっちもやばい。ちょっと苦しくなってます。こんなに苦しいのあれ以来だな。岩手のわんこそば以来だな。やばいな、もう。昨日の食べたご飯なんだろうな、夜イカポポ、イカポポです。ちょっと悔しい。これ一気に食べるもんじゃねえな。きついわ。
全部食い切れん。ほんとやばい。ギブアップです。うわ、やばい。さすがに1回で、まあちょっとね、こんだけ残っちゃいましたけど、多分半分ぐらい残ってると思います。さすがにね、1日で2箱は無理だ、ギブ。あのギガマックスは。うん、1日1箱でやっぱり。というわけで、お見苦しいとこお見せいたしましたが、次回の動画でまたお会いしましょう。やっぴおかめでした。バイバーイ。